シーそうだ、初めて聞いたんだけど、鳥取県なの。お願いします、鳥取県の皆さん、今日から出身地鳥取にさせてください。マジかよ、そうだったんだ。お願いします。あれも鳥取砂丘走ってる佐藤ちゃん見た、そういや鳥取砂丘走ってます。走ってた、毎朝のジョギングコースね、それ。オッケー、大変そうやから。すごいな、 Google Earth でたまたま鳥取見てたら里見くんいたもん。映っちゃったのよね、この前な。ったんか、インスタ投稿してたもん、た今日の朝。あ、ほんと鳥取砂丘見たら俺走ってるから、みんな見んなやめて。なんか、ね、鳥取のね、そういうなんか大使的なのね、選ばれるといいね、うん、筋肉大使みたいなね。今のうちに鳥取県にアピールしといた方がいいんじゃない。いや、もう本当にね、うん、マジ鳥取県ね、マジ鳥取ラブラブ本当に。語彙力ないな、語彙力なさすぎやろ、それ。鳥取への愛、何それ。ということでね、今回はもう鳥取への愛叫んじゃう。よろしく鳥取のみんな、よろしく。鳥取県に面してる、あの海出身の彼がやってきた。海出身、シュート君行っちゃって。検索してる、検索してる。お前鳥取に指名してる都道府県調べてるやろ。わかんないんだろお前。お前調べてるやろ。日本海だよ、日本。どうもー、日本海出身のジュースでーす。日本海に潜ってまーす。人魚みたいな。海の中からお届けしてまーす。めちゃめちゃでかいとこから来た。日本海出身なんだよね。すげーな、まあ、面接で出身日本海で書けよ。日本海の中から喋ってまーす。いいね、なんかね、ちょっとこもってるもんね、声がね。確かに。そうなんです、ちょっと水槽の中から喋ってるんで。え、人間なん、ちなみに君は。人間ですよ。え、人間なん、人魚とかそういうわけではない。そうじゃない、そうじゃない。よろしくね。よろしく、ルート君。今日海からありがとうね。ありがとう、ルート君。ありがとう、海から。ちょっと海から上がってもいいですか。あ、ちょっといいよ、いいよ、上がって、上がって。上がりました。あ、分かった。どんな、よろしくお願いします。なんか君、魚の匂いすごいね。いや、磯の香りがすごいする、ね、なんか魚臭いわ。いや、だから海に住んでるから。ゆうとくん、なんかつ、あ、わかめついてた。これおしゃれなんだよ、最近のトレンド。あ、トレンド、あのパーマ、パーマ的なね、そういうこと、ね、日本海の出身、日本海ではパーマ、日本海のトレンド。もう背中に金目だ入ってる。ちなみに太平洋ではストレートが流行ってるっぽいよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。そう絶対嘘やん。知らないんだ、さとみくん。ストレートに流行りあるの？鳥取なのに。それなのに知らないのか。知らないんだ。知らないんだ。お友達なんじゃないの？日本海と鳥取が。俺か、俺。お隣に面してるのに。そうだよ。知らないの？隣面してるとこ多くね？マジか。日本の面して別に俺だけじゃないやろ、隣面してるの。日本海さんはすごいからね。すごい、もう広いよ。結構面してるよ、だいぶ。相当面してるよ、もう。大体面してるよ。じゃあ世界のリーヌ行く？世界のリーヌ。世界のリーヌ。どこ出身なんだ？赤色担当。オレンジ最強エンターテイナージェル君いっちゃってー。はい、どうもー、世界の木星代表、地球超えちゃって木星には代表になっちゃったよー。ボン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 、起きよ、どうジェルです。ありがとう、はい、ありがとうありがとう。急に来るからびっくりした。木星から来てくれたの、木星から来ました。今日は本当にありがとう、はい、ありがとう、木星から飛んできました。はい、宇宙人です、どうも、はい、宇宙人です。なんやねん、ほんま。木星どんなところだろう、木星は。木星はいいとこよ、自然豊かやけど、なんもないねんな。ご飯、ご飯は、ご飯は、ご飯は、あの、ヤドカリとかそういうやつ。いいんだよ、ヤドカリなんだ。ヤドカリおるで、木星に。木星くんのさ、その隣の県とかって何なの？木星くんではないけどな、俺な。木星くんじゃない。そんななんか、うん、科学の教、なんか教科書にそうな人やめて。木星くんみたいな。あ、ジェルな。木星から来たジェル？ジェルって聞いたな。木星から来たジェルです。はい、うん、木星の隣って何なの？木星の隣は、あの、青森県。